どうも皆さん、こんにちは、ほうです。今日はですね、リクエストがあった FIB 捜査官パート3やっていきたいと思います。今回はですね、こちらの白色のカマロの覆面パトカーで事件現場の方まで行ってみたいと思います。この車両もね、サイドに LED がついてたり、後ろの方も光ってたりで、もうね、クリスマスツリーの感じのパトカーですね。じゃあ出発しましょうか。この先にある場所ですね。前もね、スワットチームがね、突入したあのザ・ロストのギャングメンバーたちがいる場所なんですけどね、そこでね、殺人事件が発生したとのことで、すでに警察とかも到着しておりますね。おお、めっちゃいるな、めっちゃいるな。ザ・ロストがいるぞ。うわお、ぶつかってきた。うわ、なんだこの車。うわお、わざとぶつかってきたな。うわ、誰か撃ってる、誰か撃ってる。銃撃戦が発生してる。まずい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 、やばいぞ。こんな車に構ってる暇はない。どこだ、誰が撃ってるんだろうね。大丈夫、おお、撃ち合ってる撃ち合ってる撃ち合ってる。大丈夫、うわわ、なんか、あ、殴ってきてる殴ってきてる。なんだこれ。なんかめっちゃ殴ってきてたね。OK、 倒したんかな全員。あー、なんか FIB の人がやられてしまった。同僚の人がやられてる。で、こちらもシェリフの人が死んでますね。この人あれじゃない？医者の人だよね。聴診器持ってたんですけど。あ、こちらもなんかカマロですね。黒色もいいね。白もいいんですけど、どっちの方がいいんだろうね。まあ、今回は白色でやっていこうかなと思うんですけど。これは誰だ？見たこともない服装だね。まあ、ということで、ここ一応殺人事件が発生した現場なんですけど、遺体の数が増えてますね。救急隊員2人とシェリフ2人死亡ですね。あー、向こうでも死んでる。なんかめっちゃ死んでるな。これまずいぞ。どうしよう。もう1台救急車呼ばないとダメだね。救急隊員が全員死んでしまったんでね、もう1台呼んどきたいと思います。よし、これでいいかな。すいません、FIB です。この先ですね。あ、ごめんなさい、入れてもらいましょう。おーっと、あった。見てください。ここですね。なんかトイレがあるんですけどね。汚いトイレなんですけど。まあ、そこでね、こんな風に、首ですかね。あと、腕の部分のバラバラな遺体の残骸がですね、捨てられてたということで、これはなんか遺体遺棄事件ですかね。誰かがここでバラバラにしたのか、それともここで捨てたのかわかんないんですけど、こういう風にね、これ誰の遺体なのかまだわからないんですけど、ギャングの遺体なのか、それとも知らない民間人の遺体なのか、そこら辺はまだわからないんですけど、ちょっと写真撮影しておきたいと思いますね。てかもうこの FIB の人めっちゃ大変だね。もうロスサントスにはこんな事件大量にあるんでね、多分毎日出動しないとダメでしょうね。OK、これぐらいでいいかな。さすがにね、もう遺体見るの慣れちゃったよ。ねえ、この人。もう目が死んでるもんね。あー、ということで死んじゃった？大丈夫？てかもう同僚の人がどんどん死んでいくんですけど。なんだこの世界。恐ろしい世界ですね、ちょっと。ということで、なんか生存者というか、なんかギャングの人にもですね、お話を聞きたいんですけどね。第一発見者みたいな方にね、お話を聞きたいんですけど。多分この人たちだよね、第一発見者とかいう人は。死んじゃってるもんね。どうしよう、誰か見た人はいないのか、この遺体現場を最初に見た人は。前のシールドが本当に、なんで、めっちゃいかついな、これ。すごいな。これ見たことないかもしれない、このスキンは。レスキュー隊だよね、救急車っていうより、どっちかというと。おお、いいね。でかっ。扉閉めておきましょう。まあ、一応なんか搬送することもできるみたいなんですけどね。あ、12人も、全部で12人いて、1人だけ助かったみたいですね。さて、なんかまた銃撃ってる？誰か。やばい？誰か銃撃ってるね。どっかで銃撃ってる。こっち側か？あと、ちょ、検視官呼んどくか。待って待って待って。
誰か銃撃ってるぞ、こっち側で。あ、イノシシが死んだ。イノシシが死んだぞ。おー、イノシシが誰か撃ってる。あー、なんかロストのメンバーが撃ってる。オッケー、倒さないとまずい。うわ、なんか撃たれてる、撃たれてる。僕撃たれてる。ちょっと待って待って待って。後頭部撃たれてるんですけど。後頭部。ちょっと待って待って。やばいやばい。脳天撃ち抜かれてる、いつの間にか。どこどこ。敵がどこにいるのかわかんない。あ、こっち側？見えない見えない。見えない。ちょっと見えない見えない。救急車がまずい。OK、大丈夫？倒した？大丈夫かな？ちょっと入ろう入ろう入ろう。おお、全員死んだか。ここにもいたみたいだね。本当にこんなとこで殺人現場起きたらもう怖いよね。石頭。僕の頭は石頭。あんまりダメージ入ってない。全然ダメージ入ってない。1ミリぐらいしかダメージ入ってないんですけど。無敵モードつけてないんですけどね。あ、いた。ちょっと待って。ちょっと待ちなさい。どこに行こうとしてるの。待ちなさい。止まりなさい。ちょっとお話を聞かせて。ちょっと遺体のこととかもね、聞きたいので、話を聞きましょうか。じゃああなたこっちに来てくださいね。逮捕状とかないですね。その時の様子、教えてください。何を見てるのって言ってますけどね。護身術のクラスを取ったわよって言ってますけど。ね、質問とかしてね、いろいろとね、話を聞きたいと思います。怪しい点はないですね。この人嘘ついてるような感じもないですし、話を聞いておきました。ちょっとこっちに来て。この顔なんだけどね、見覚えあるかな？あ、どうやらですね、この人のこと知ってるようですね。そうですか。じゃあちょっとね、警察署の方まで来てもらいましょう。FIB のところまでね、来てもらいたいと思います。もう直接見てもらうっていうね。写真を見せるんじゃなくて、もう直接遺体を見てもらうっていうね。まあ、一旦このシェリフの車両の中にね、入れておきたいと思います。すっげえことされたんですけど。ちょっと、うわー、いきなり殴る。このノックアウトされそうになった。危ない危ない危ない。この野郎、動くな。なんだこいつは。びっくりした。おー、来てくれたか、ありがとう。すっげえ、もう本当に踏んだり蹴ったりだね、本当。顎の骨折れるかと思ったわ。すっげえ痛いな。なんかこの人結構殴り合いしてるんでしょうかね。顔が平べったいね。ほら、なんかむくんでる。殴り合いのプロなんかな。なんか入って、変なやつが入ってきてます。あそこに変なやつ入ってきてる。うわ、なんか逃げようとしてんな。ザ・ロストのメンバーですね。待ちなさい。待ちなさい。逃げようとしてますね。ちょ、これ。手配つけとこう。みんな、これ、逮捕しろ、逮捕しろ。逃げようとしてんぞ。逮捕しろ、逮捕しろ。逮捕だ、逮捕だ。あっちに逃げてる。待ちやがれ。逃がさないぞ、さっきみたいに。こっちも逃げてんぞ。逮捕します。動かないで動かないで。 FIB だ、止まりなさい。よし、こっちの水着女は逮捕できますね。あ、どっか行っちゃった。モグラ。よし、逮捕しよう。こちらは逮捕できました。さあ、もう一人の方も逃げてるようですね。 OK、 追いましょうか。ということで、もう一人も逮捕できたみたいですね。多分。ということで、この二人はね、連行しておきたいと思います。じゃあ、私はですね、もう一つのね、事件現場の方に行ってみたいと思います。FIB 捜査官は次の現場へ向かっております。OK、着きましたね。なんかもう、すでになんかマスコミたちが集まっておりますね。今回の事件はかなり、規模が大きそうだね。さてさて、どうなってるんだ。テレビカメラが到着しております。ただブルーシートで現場は見れませんが、みんな必死にカメラを映しておりますね。 FIB です、入りましょう。おお、スワットチームもかなり集まっております。
なんだなんだこの音は。なんだこの音は。恐ろしい。すごい集まってるね。なんでだ。今回はちょっと見に行きましょうかね。どういう現場なんでしょうかね。このガレージが現場みたいですね、どうやら。見て見て、救急車もパトカーも山盛り集まってるな。どういうことなんだろう。こっち側入ってみましょう。FIB です。あれ、特にあれだね。怪我人とかいない感じだね。ということで、なんか医療チームが手当てをしてるんでしょうかね。話を聞いたりしてますね。あ、この人 FIB の人ですね。どういうことなんでしょうかね。話を聞いてみましょう。どうやらですね、今回の事件はね、殺人事件ではなくて、誘拐監禁事件だったようですね。こちらの女性と、この男性3人ですかね。あ、4人か。この計5人がですね、拉致されて、ここにね、長期間監禁されてたようですね。なるほど、そういう事件だったみたいです。大丈夫でしたか？健康状態は特にね、今のところ問題なかったようですね。ただもうこれ見て見て見て、もうおかしいよね。完全おかしいおかしい。ほら、目の動きおかしすぎるよね。ギョロギョロしてるよ。これはすぐに病院に搬送した方がいいんじゃないかな。大丈夫ですか？あ、どうやらもう答えられなくなってますね。ハローって言ったんですけど、答えてくれない。大丈夫？大丈夫？あー、なんか現在非常に悲しんでるようですね。そりゃそうだよね。ただもうこちらの人も目がおかしいおかしい。目の動きがおかしいですね。これは病院に行きましょうか。で、もう一人こっち側ですね。じゃあこっちに来てね。話聞こうかな。こんにちは。この人ももう答えられなくなってる。言葉を失っちゃった。何をやってるんだ。歩き方を忘れてしまったようだ。歩いてるようで歩いてないっていうね。どういうことだ。みんな大丈夫か。もうみんなの挙動がおかしい。3人揃って一緒のことやってるよ。ということで、ちょっとね、全体的にもう少し見ていきましょうかね。もうここら辺はあれか、もうパトカーが止まってるだけかな。大丈夫。なんだなんだ、どうした？なんだ、うわ、急に、な、ちょ待って、救急隊員がなんか殴ってくる。なんだこれ。待ってくれ、待ってくれ、待ってくれ。なんで救急隊員が殴ってくるの？ちょ、やめて、やめて、やめて。意味がわからないぞ。すごい殴ってくる。よくわからない。何をやってるんだ。ちょっとまずいぞ。シェリフの人に助けてもらおう。助けて助けて。なんかすごい敵対してるんですけど。わわ、ちょっと待て待て。痛い痛い痛い。やばいやばい。すげえことになった。ちょっと待って待って、暴動が発生してる、暴動が発生してる。これまずいぞ。拳銃元、襲ってくるなら撃つよ。襲ってくるなら撃つぞ。ちょっと待って待って、見えない見えない。やばいこれ。死ぬ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 。体力ゼロなんですけど、ほぼ。 FIB だ、動かないで。ちょっと待って。 OK、 危ない危ない危ない。動かないで動かないで。めっちゃ撃ってるめっちゃ撃ってる。救急隊員襲いにかかりすぎでしょ。なんかみんな来るんだけど。ちょっと待って。みんな襲いに来る。何も持ってないぞ僕は。やばい、まずい。めっちゃ襲いにかかってくる。なんだこれ。ちょ、まずい。体力がないんだよな。体力が、ちょっと待って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 。どっかで体力回復しよう。やばい、めっちゃ来てる。なんだこれ。動かないで動かないで動かないで。 FIB だ FIB だ。なんだか、やばい、めっちゃ来てるめっちゃ来てる。 OKOK。 うわ、なんか殴り合い始まってる、殴り合い始まってる。やめてやめてやめて。まずい、撃ってく、この野郎。なんだこれ、どっちができる。なんでこっち来るの。
ちょ、うわー、こっち来た。うわー、なんか死んだ。これはまずい。ちょっと待って。スワット殺しまくってるな、なんか。すんげえことになってるね。マジか。こんなことになってしまったね。てか、こんだけも人いたんだ。どこにいたんだろう、ここ。あっていうか、これ、全員記者か。ここに死んでるの記者だったみたいな。あー、撃ちまくってるな。野獣馬と記者が全員死亡してしまうという大変な事態になってましたね。ということで、なんかもうここにいた人、なんか全員死んでしまったんですけど、ライブ中継されてるんでしょうかね。やばいよ、この国。いやー、ということで、とんでもないことになってしまいました。皆さん、絶対にサンディショーズには近寄らないようにお願いします。いつも通り最後むちゃくちゃなことになるな。なんでこうなっちゃうんだろうね。ということで、FIB 捜査官、今回はこれで終わりたいと思います。真面目にやってても最後はむちゃくちゃになるっていうね。なんでだろうね。それでチャンネル登録とね、高評価の方もよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。さようなら、バイバーイ。